中国はその経済成長と軍事力を背景に海洋活動を活発化させています。例えば南シナ海においては1974年南ベトナムとの武力衝突の結果、中国はパラセル諸島全体を事実上支配。1988年にはベトナムが事実上支配していたスプラトリー諸島のジョンソン南省を占拠。また1995年フィリピンが事実上支配していたスプラトリー諸島のミスチーフ省を占拠しています。東シナ海の尖閣諸島をめぐる事態もこうしたアジア太平洋地域における中国の海洋活動活発化の一環と考えられます。中国がそもそも尖閣諸島の領有権の主張を開始したのは東シナ海に石油埋蔵の可能性が指摘された後1970年代になってからでした。つまり中国は日本が尖閣諸島を正式に領土に編入した1895年から約75年もの間、日本による尖閣諸島の有効な支配に対し一切の異議を唱えませんでした。中国は1992年には領海及び接続水域法を制定し、尖閣諸島のみならず南シナ海のパラセル諸島やスプラトリー諸島なども一方的に中国の領土であるとしました。その後中国の海洋調査船による活動が活発化する中、2008年12月史上初めて中国政府の船舶が尖閣諸島周辺の日本の領海に侵入し、力による現状変更の試みを本格化しました。2010年9月には違法操業中の中国漁船が日本の海上保安庁の巡視船に衝突する事件が発生しました。また2012年8月には香港の民間人活動家による不法な上陸事案も発生しています。2012年9月以降、中国の公船による尖閣諸島周辺の日本の領海侵入は急激に増え、2014年1月末日時点ですでに76回に及んでいます。領空についても2012年12月中国政府所属の航空機が尖閣諸島周辺の日本の領空を初めて侵犯しました。また2013年11月中国政府は尖閣諸島の領空をあたかも中国の領空であるかのように表示する形で東シナ海上空に防空識別区を設定。その内容は国際法の一般原則である公海上における飛行の自由の原則を不当に侵害するものであり、多くの国が懸念を表明しています。尖閣諸島周辺海域での中国公船の活動に対し、日本の海上保安庁は24時間365日休むことなく対応しています。日本政府としては自国の領土、領空、領海を断固として守るとの決意であり、そのために事態をエスカレートさせることなく冷静かつ毅然と対応していきます。そして世界や地域の国々とともに力ではなく法の支配に基づく海洋秩序の強化に向けて積極的に取り組んでいきます。